パリオリンピック・パラリンピックにおける郷土勢の活躍を後押しします。岡山県は女子マラソンの日本代表に内定している前田穂奈美選手ら33人を強化指定選手に選び、選手証を手渡しました。岡山県の強化指定選手制度は、世界を目指す岡山ゆかりのアスリートを支援しようというものです。交付式ではまず天満屋の前田穂奈美選手に選手証が手渡されました。前田選手は今年1月大阪国際女子マラソンで日本記録を更新し、パリオリンピック出場内定。6月からはアメリカで高地トレーニングを行い、大会に備えます。パリではしっかり自分の最大限のパフォーマンスを発揮できるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。パラリンピックアーチェリーコンパウンドで出場が内定している大江優也選手は、現在日本ランキング1位、世界ランキングは6位に上昇したばかりです。多くの方に今まで支えていただいて挑戦をしてこれました。で、パリではそのご支援に結果で恩返したいということで頑張っていきたいと思います。強化指定選手にはこのほかオリンピックを目指す自転車競技 BMX の大池水斗選手ら合わせて33人が選ばれ、活動資金として15万円が支援されました。